いつも見させていただいてます。ためになる情報はありがとうございます。はい、国語の公開学力テストで接続詞の問題を必ず落とし、なかなか点数が上がりません。何か良い問題、何か良い、訓練方法はありますか？よろしくお願いします。まあ、そうね、接続詞ね、なんか子供ってね、だって文章あんまり読んでないんでね、接続詞わからなくて、しかも接続詞で入れたらどれもなんか正しいような気がするんですよ。で、先生は授業中にね、まあこれは逆説だからとか、順説だからとか、これは理由だからとかでね、言って説明されるけど、それはなんか読み取れてるから説明して、って納得するけどね、自分一人で初めてテストでね、やった問題ね、なかなか難しいんですよね。だからまあ間違えたら間違えたらいいと思います。接続詞ってそんな大した点数ないんで。大きなね、記述でどんどん10点落とすとかそんなことないんで、まあ接続詞はね、あったら OK みたいなことにしてました、私も。なんか、なかなか難しいよねっていうのがあったりして。だからその時に、例えば持って帰ってきますよね。で接続詞間違ってるでしょ。だからこの接続詞ね、例えば子供が、間違えて、そしてとかいうのを入れたとして、それが罰だとするとね、いやなんでそしてが間違えたのかっていうのをね、お母さんなりに前後関係でちょっと説明してあげるといいですよね。いや、これ、だから、これ、そしてじゃなくて、だからでしょって言って、だからっていうのを言ったら、子供は、それはだから入れたら、それはだからがもともと本文にあるんだから、だから読んだらスッと読めるに決まってるでしょ。だからだから入れて読んでみなさいよって言ったら読んだら、ああ、なるほど、みたいな。それだったらね、自分がそしてっていうのをね、なぜ入れて納得したかっていうのがね、わからないまま終わっちゃうんですよ。だから、接続詞の場合は、正しい答えを入れたらスッと読めるのは当たり前なんで、4択だったら1個正しい答えでしょ。その正しくない3つの文をね、入れてみるんです。とりあえず。で、これ入れてみようかって正しくないの1を入れてみるでしょ。そしたら、なんかおかしいよね、みたいな。だから感覚がすごく大事。国語って。いや、なんかちょっと違うよね、みたいなのが大事なんで、その感覚を磨かせるのは、まあ、間違えたの入れて、いや、これってやっぱりおかしいよねって。で、これって、まあ、なぜならば、これがこっちに書いてるのになんでこの接続詞入るとかいう、まあ、理由があったりするんですけどね。でも、なんかおかしいよね。なんかこれ言ったらなんか気持ち悪いよねっていうのは、まあ、大事なんでね。意外とそこら辺のその感覚大事なんで、接続詞の場合は。だから、間違えた時には、間違えた接続詞を入れてみて、検証してみて、この接続詞はやっぱりおかしいよねっていうのをね、いちいち納得させるしかないんですよ。で、接続詞ってね、100も200もないんで。だからそのたんびにこうやってたら、接続詞ってせいぜいでも20個ぐらいでしょ。20個もあんのかな？なんか主なのってそんなにないんで、もうほんと10個ぐらい覚えたらいいぐらいなんで。で、だからそんなが正しいの入れたらいいだけでね。まあまあ、ちょっと感覚をつけるために、間違えた問題を入れて、理由を考えて、っていうことですかね。それをちょっとね、子供はできないんで、めんどくさいんで、ちょっと付き合ってください。お母さんがね。それ大丈夫だと思いますよ。